29日、公会堂で今治西高校のコーラス部と吹奏楽部の定期演奏会が開かれ、生徒たちが日頃の練習の成果を披露しました。今治西高校では、コーラス部、吹奏楽部の1年間の活動の成果を多くの人に見てもらおうと、毎年この時期に演奏会を開いていて、今回で42回目です。今治西高校は昨年で創立120周年を迎え、その記念事業として公会堂で盛大に演奏会を開くことにしていました。しかし、新型コロナウイルスの影響で開催を今年に延期。今年の演奏会も来場者を出演者の保護者のみに限定するなど、規模を縮小して開催されました。この日はコーラス部と吹奏楽部のほかに、演奏会を盛り上げようと郷土芸能部と今治西高校博多分校の吹奏楽部も出演しました。演奏会は3部構成で行われ、第1部では郷土芸能部が勇ましく太鼓を演奏しました。第2部ではコーラス部の生徒8人がアニメ映画の主題歌や音楽コンクールの課題曲などを披露しました。コーラス部は昨年夏の愛媛県合唱コンクールで銀賞を受賞し、四国大会に出場しています。会場には美しいハーモニーが広がり、合唱が終わるたびに会場からは大きな拍手が送られていました。第3部では吹奏楽部がマーチ曲のほか、ポップスや洋楽など幅広いジャンルの楽曲を演奏しました。演目の途中では博多分校吹奏楽部とのコラボや80奏、30奏も披露されました。吹奏楽部は昨年夏の全日本吹奏楽コンクール愛媛県大会で銀賞を受賞しましたが、四国支部大会には進めず悔しい思いをしていて、この演奏会にかける思いはひとしおです。演奏の途中には
それぞれの楽器のソロパートも設けられていて、生徒たちは磨いてきた華麗なテクニックを披露します。この日出演した部活動の3年生たちは、この演奏会が最後の活動。新型コロナに振り回された3年間でしたが、最後の公演を清々しい表情で締めくくっていました。